多度神社の多度祭というのがあって5月の4日5日子供の日ですねにやられる流鏑馬の神事があるそうです。で、信長の時代に30年間を中断しているそうなんですけど、家康の時代に、忠勝が城主になって再興されていると、うん、信長は意外に焼いてますからね神社仏閣まだまあその時代時代でしょうがないんでしょうけど、手力王神社も焼こうとしたけどそれで大変なことになって逆に信仰をし始めるというなんか面白い逸話もありますけどね。こちらは新宮社、拙者ですね。お祭りしてるのが天津彦根美子と先見玉と雨の日交通彦先の先見玉を祭っていた。あ、一回にやっぱり岐阜県に避難したのをまた戻してきてるそうなんですね。結構大変だな。そこまで岐阜まで行っちゃったんだ